วันที่1กันยายน2023มันเป็นวันที่สำคัญมากสำหรับเราสวัสดีค่ะマユケンタイランドのマユカです。私たちは2019年5月にタイへ引っ越してきました。そこから約4年半の時間が経ち、今日私たちはタイで入籍します。婚姻届を提出するためにだいたい日本国大使館へと向かいます。やってきたのは MRT ルンピニー駅。大使館の時間まで少し時間があるので、ルンピニー公園で朝ごはん。公園内にフードコートがあります。フードコート周辺をうろうろしていると、おばさまが無料で春巻きを食べさせてくれました。タイの方々の優しさに感謝です。独身最後に食べた料理はこちら、空心菜。外で食べる料理はなぜか数倍美味しく感じます。大使館の時間が迫ってきました。大使館で婚姻届を提出すれば晴れて夫婦になります。それでは行ってきます。大使館の中は全エリア撮影禁止。先日私たちは日本へ一時帰国していました。その際、双方の両親へ挨拶へ行き、無事結婚を認めてもらうことができました。そして今日、タイの大使館にて婚姻届を提出します。必要書類の婚姻届4枚と戸籍謄本4通を用意。婚姻届の住所だけ空白にして、予約時間に中へと入りました。なぜ住所だけ空白なのか。それはタイの住所を日本語で書かないといけないから。職員さんに教えていただき、無事記載が完了。ついに婚姻届の提出完了。私たちは正式に夫婦となりました。嬉しくて自然とスキップしていました。これから夫婦になった記念のランチへ行きます。MRT クイーンシリキッド駅の近くにある大人気西洋料理レストラン、エルメルカドさんへやってきました。入籍後初めて食べたのはこちらのお肉。どの料理もとても美味しくて幸せな時間でした。食事を終えたので結婚指輪をつけます。先日日本へ帰国した際に購入しました。お手紙を読みます。手紙ないやん。ここに入ってるから。こんなん、うん、ケントへいつもありがとう。付き合ってから今日で2321日、6年4ヶ月8日らしい。はじめは車が好き、ドライブや旅行が好きってところから仲良くなって、今までいろんなところに行ったね。一緒にタイで過ごせてるのも一緒で、一緒に YouTube でこれまで頑張ってこれてるのも、いつも優しくて思いやりのあるケントのおかげです。本当にありがとう。普段もちょっとした運転や家事を手伝ってくれたりとか、体調を崩した時に気を使ってくれたりとか、毎日本当に助けられています。YouTube がなかったらこうやって伝えることもなかったかもしれない。そうやって考えると YouTube を頑張ってこれて本当に良かったなと思います。もっと2人でいろんなこと挑戦したいね。これから何千何万日も一緒にいるからこそ、いろんなこと挑戦して経験して最強の夫婦になりましょう。
まゆかより。ありがとう、こんな考えてきてると思ってなかった。本当、手紙にしたかったけどちょっと書けんかった。体調悪くなりすぎて無理やった。ありがとうございます。はい、2人で頑張ってみましょう。嬉しい。本当頑張りましょう。ガチでないでもない。考えてきてないからさ、急にさ、なんか言えって言われても難しくない？私も考えるの結構時間かかったから。いろいろね、これからも二人で頑張ろう。頑張りましょう。はい、というわけで、ここまで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。まずはいつも動画を楽しみにしてくださっている皆様、2ヶ月間お待たせしてしまい本当に申し訳ございません。そしてご覧の通り、私たちケントとまゆかは入籍しました。イエーイ。2人が付き合ってから約6年半、本当にいろんなことがありました。タイで一緒に暮らしたこと、タイに就職したこと、コロナで夜間外にも出れなくなったこと、そしてコロナで3年間日本に帰れなかったこと、その他にも猫を2匹飼い始めたこと、車を2人で頑張って買ったこと、 YouTube を始めたこと、そして YouTube を始めて大喧嘩したこと、たくさんあげたらキリはないですが、本当にいろんなことがありました。2人の6年半の思い出のうち4年半はタイでの思い出です。入籍という大きなポイントをタイで迎えられたこと、本当に嬉しく思っています。私たちは今後もタイで暮らしていく予定です。皆様これからも応援のほどよろしくお願いします。さて、晴れて夫婦になった私たちですが、これから目標が3つ大きくあります。まず1つ目、今までずっとお伝えしていた通り、タイの77県制覇。2つ目は YouTube チャンネル登録者数年内6万人達成。そして3つ目がコンドミニアムの購入です。これからもこの目標に向けて進みつつ、楽しい動画を今まで以上にお届けできればと思っています。これからも私たちが成長できるように皆様も見守っていてください。よろしくお願いします。それでは今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。コップンカー、バイバーイ。じゃん。結婚おめでとうございます。バラです。あ、かわいい。またポキンクやん。どうですか。
買ってきました。嬉しい。嬉しい。買ってきてくれたん？そう、車の中を入れて。マジ？見て、色めっちゃ可愛い。綺麗やな。どう？いい感じやと思います。本当に？はい。改めて結婚おめでとうございます。なんか他人事やな。今後とも頑張っていきましょう。